ソルデンでございます。今日はですね、こちら、サバですね。こちらを使って、しめサバを作りたいと思います。まずですね、頭をね、外して、内臓を取りたいと思います。はい、それではね、内臓の方をきれいに取れました。そしたらですね、おろしたいと思います。はい、それではね、3枚におろしました。そしたらですね、塩をしたいと思います。塩は多めでお願いいたします。映ってなかったですけど、こんな感じですね。ちょっと多めにね、振ってあります。はい、こんな感じですね。はい、これでですね、1時間ですね、置いてください。で、しめ鯖を作る際なんですけどね、新鮮な鯖で、作るようにお願いいたします。新鮮でないとね、アニサキスとか身の方にね、移動して、ポンポン痛くなっちゃいますんでね、その日ね、仕入れたやつとかで、ね、作るようにお願いいたします。新鮮なやつですね。それでは1時間測りたいと思います。はい、それではね、1時間経ちましたんでね、こちらをですね、洗っていきたいと思います。はい、そしたらですね、お酢にですね、昆布が入っております。こちらにですね、投入していきます。まあ酢につける時間なんですけどね、私は5分でね、いつもやっております。まあこれは、人によって7分だったり10分、さらには1時間ね、つける方がいらっしゃいます。まあこれはね、まあ好みの問題にもなりますんでね、その辺はですね、好きなお時間でやっていただけるとよろしいかと思われます。私は5分がね一番美味しいと思いますんで、5分で、やめたいと思います。はい、それではね5分経って、ニントにくるみました。こちら刺身で食べたいと思います。はい、骨を抜いたらですね、薄皮があるんでね、こちらもね、剥いでください。はい、それではねテーブルの方やってまいりました。しめ鯖のね完成です。めちゃくちゃね脂が乗って美味しそうです。それではいただきたいと思います。